8月5日生まれの君へ、誕生日おめでとう。君は自分で思ってるよりもずっと周りにとっては大事な存在だ。だけどなぜか自分ではそう思えず、たくさんの夢や思いを諦めてきたんじゃないかな。仕方ない、辛いのは私だけじゃないから。また次がある、チャンスが来る。これも勉強の一つだ。夢が一つ壊れると、そうやって君はその傷をやんわりと布で覆うように隠してきた。大好きな人に振られた時でさえ君は笑顔でいようとしていた。本当は泣きたかった、本当は叫びたかった、どん底に落ちてしまいたかった。諦めたくない、それが本音だよね。それでいいんだ、簡単に引かなくていい。もっとかっこ悪く粘れ。誰が諦めても君だけは諦めるな。その心の炎が完全に尽きるまで燃やし尽くせ。それが君の本当にやりたかった生き方。そうして初めて君は君を信じられる。誕生日おめでとう。諦めずにその手に夢をつかめ。愛してるよ。8月5日生まれのあなたは、強い実力を持ちながら少し見えっ張りのところがあり、叶わないと分かるとさっと引いてしまいます。でも人の目を気にせずがむしゃらに手を伸ばしてみれば、びっくりするほどの成果を得られるはずです。心に正直に粘りましょう。お誕生日おめでとうございます。